今日のJクラは2022年6月度スカッド編成ということでやっていきたいと思います。まずね、6月にゲットした選手たちを見ていきたいと思います。はい、今月ですね、ゲットした選手、プレーメーカーですね、先月末から、先月っていうか、まあ、5月の末の方からですね、はい、あったプレーメーカーからスタートしております。で、グレードね、85以上ね、チラチラと見ていきたいと思いますね。この辺、川田選手、グレード85ですね。で、プレーメーカー、グレード85以上はね、2名おりまして、まず1人目、野津田選手。これは虹を蹴ってね、はい、ゲットできましたが、望んでいた選手ではなかったので、ちょっと残念でしたね。それともう1枚は、武田選手。こちらもですね、ちょっと使ってはおりません。まあ、高峰選手ゲットならずと。で、レギュラーではね、ヨルディバイスゲットできました。そして、こちら、ガチャチケ100枚を、使った企画で、ゲットできたのが中川選手ということで、まあ、100枚使って、まあ、良かったかなという感じではあります。限定はね、引けませんでしたね。あとはですね、まあ、グレード85ではないですけども、ウィリアン・リラ選手のグレード83キラということで、まあ、85をね、超えるのを、楽しみに待ってましょう。あとは、下田選手。そして、キム・ジンヒョン選手ね。こちらね、去年はゴッドハンド持ってたんですけど、今年はついてないというところで、ちょっとね、難しいですよね。一応ね、3つともディフェンススキルということで、そこはね、すごくいいんですけど、っていう迷いどころですよね。町田選手。あとは、小柳選手もキラになりましたね。そうそう。はい。小型伊予選手ね。こちらもゲットできました。スキルね、3つありますが、A スキルがね、パスセンスということで、これもね、ちょっともったいない感じはしますよね。あとは、先ほどね、もあったんですけど、チョンソンリョンもね、去年はゴッドハンドあったんですが、今年のはないということですね。はい。あとは鈴木選手。あと岩田選手。はい。マリノスのお気に入りでね、いつか回ろうかなと思ってたんですけど、まあ、中川選手に続きね、岩田選手もゲットできましたんで、もうマリノスで引かなくても大丈夫だなっていうぐらいは来ましたね。はい。パーフェクトスティールにハードタックルということで、まあ、金ディフェンスもね、ついてるんで、これはすごく良かったですね。はい。あとはドーグラス・グローリー。で、こっからストライカーがね、フォーカスとストライカーですね。まあ、フォーカスはね、ほとんどゲットできませんでしたね。85は1枚も超えてないですね。はい、ストライカーもね、今のところ1枚も、85は超えておりません。持ってません。はい。で、そんな中でゲットできたのが、まずは、はい、ガチャ券からドーグラス。これは良かったですね。ゴールハンター無回転シュートということで。まあ、育ててはいないんですけども、まあ、今後ね、ワンチャン使ってみたいなとは思ってますね。はい。あとは、庄司選手。これは普通にね、かっこいいんで。ただね、スキルが、オフェンスの金スキルがついちゃってますね。ちょっと間違ってますね。はい。あとはね、今回ストライカーは、札幌は菅ちゃんだったんですけども、まあ、ゲットできてね、とりあえずは良かったです。はい。まあ、今のところはね、ストライカーまでが限定来てるということで、こんな感じですね。ぜひともね、ストライカーはグレード85以上、引いてみたいですね。ということで、メインスカット行ってみましょう。はい。メインはね、こんな感じです。先月末で7万8000だったチーム総合力が8万、ようやく8万超えました。まあ、若干しか上がってないんですけどもね。ということで、前回から変わったのが、ここ、ディフェンスにね、三沢選手入れました。はい。まあ、これが大きいですね、一番。はい。で、まあ、ちょっとね、レベル上げきってないんですけども、今こんな感じですね。はい。あとは、そうだな、まあ、既存の選手のね、レベルを若干ちょこちょこと上げたぐらいかな。まあ、ただね、ようやく8万を超えましたんで、次ね、大きな目標9万というのが見えてきました。地道に頑張っていきたいと思います。それと、J クラ始めてね、丸1年が、立ちました。一日も欠かさずね、プレイして、ようやくここまで来ましたんで、またね、先の1年、楽しんでいけたらなと思います。はい。それでは、来月ね、さらにチーム力が上がってるという報告ができることを、祈って終わりにしたいと思います。では、ここまでご視聴どうもありがとうございました。